F 型電車。F 型電車は、ベルリン地下鉄において運用されている電車である。貫通扉が中央に設けられ、窓周りが黒く縁取られた、パノラミックウィンドウの全面窓を持つ。側面扉は、両開きの引き戸式あるいは、プラグ式で、一両あたり二箇所設けられている。西ベルリンでは、D 型および DL 型の後継としてこの車両が、製造された。 これらの列車は全世代のものと比べ長い、軽金属で作られている座席の配置がクロスシートであるなどの相違点があった。試作車は1973年に製造され、2006年12月に廃車された。製造終了後は1993年に H 型に引き継がれた。1974年から1978年までに68両の F74 型電車が納入され、主に9号線に配備された。これによって、同線に配備されていたすべての D 型を置き換えた。なお D 型は6号線に移された。1980年には37両の F79 型電車が導入された。この車両から新しく、チョッパマイナスインバータ制御による参照、誘導電動機方式が使用され始め、これは、 今後のすべての車両でも採用された。これらは3つの種類に分けられた。F79 から3型は2003年にユングフェルンハイデでの消防演習のために売却され、残りは2004年から2006年に廃車された。後に F84 型と F87 型が続いたが、基本設計に大きな変更はなかった。1990年以降、BVG は、 F90 型、F92 型と呼ばれる車両を増備したが、これにも大きな設計変更はなかった。ただしマイナーな変更として、ドア開閉の静粛化があった。一部の車両は2009年8月8日から2017年3月1日まで55号線に配備された。これらにはベルリンユーバーンの既存の路線に接続できなかった2658、59、 2660、61、2668、69、および2674、75が含まれる。最も早い F 型は2020年代までに引退し、I 型に置き換えられることが予定されている。ありがとうございます。